はい、どうもベレースパサカやっていきたいと思います。はい、ハンズアップアップデートがやってまいりました。そちらを見ていきたいと思います。ということで、今回 MVP の桜庭、そして駒の井あゆむちゃん、この2体が新実装されております。こちらからまず見ていきましょう。はい、まず、桜庭龍騎、MVP の桜庭龍騎、こちらはね、ランクアップ金徳やっとついてくれました。そして2金徳としまして、既存の金徳、ドライブシュート、ファンタジスタ、このどちらかがもらえると。で、確定ではございませんので、ドライブシュート、ファンタジスタがランダムという形でございます。ランダムではない、選択できるか。うん、こちらが成功判定あるという状態でございます。そして、こちらの強いところと言いますと、オフェンス上限アップ、パワー上限アップ、スピード上限アップ、3つつきました。これ、えぐいよね。もう、久保くん、ね、攻撃の心臓、そして、伝突、まあ、持ってたんで、この上限アップがオフェンス上限アップだけであれば、全然久保くんでもありかなと思っていたんですけども、もうこれはもう桜庭一択となりました。もちろんね、海王山高校では、もしこのオフェンス上限アップしかなくても、桜庭一択となっているんですけども、うん、もう、久保、使いづらいよね。完璧な上限、上位互換になっちゃったんで、ちょっとこれはもう久保くんが使いづらくなってしまいました。で、特攻効果としましては、ライバル対決でライバルを撃破しやすくなる。で、哲学マップでフォワードの、まあ、桜庭ですね、チームメイトの移動の距離が伸びるという形でございます。で、これだけでも強いのに、テーブルもむちゃくちゃ強かったです。これは後で、紹介させていただきます。はい、続きまして、駒の井あゆむ。こちらは、得意練習がテクニック、メンタル。で、金徳、ランクアップ金徳としまして、精密機械。で、2金徳としまして、新金徳の芸術家の境地。ピッチ上で境地に達したプレイを見せると。こちらはね、ちょっと文章だけではよくわからないので、また使ってみて、解説が必要なら解説させていただきます。はい、そして、イベキャラボーナスとしまして、上限アップつきました。やっとね、精密機械の、ね、精密機械を取れるキャラで、2金徳、そして上限アップ、持ったキャラが実装されました。今まで、ペドリは、まあ、オフェンスだったんですけども、バイタルファングと精密機械。この2種類。で、上限アップなし。で、もう1体。秋山の方も一応精密機械持ってて、ね、二金徳はないんですけども、ディフェンスの上限アップがあったということでした。うん。まあ、やっと査定の高い精密機械のキャラが来たかなという状態ですね。まあ、これがね、オフェンスキャラでないのがちょっと悲しいところではありますが、テクニックメンタルね。まあ、メンタルキャラなんで、海王さんここでも使えると思います。うん。まあ、テクニックに集めるのかわかりませんが、まあ、体力温存としましてはありかなと思われます。で、残念ながらね、駒の井ちゃんのメンタル。まあ、これはね、体力の回復量アップされません。うん。それがちょっと辛いよね。これが体力の回復量アップもあったら、むっちゃくちゃ強かったかもしれない。うどちゃんみたいに。はい、そして桜庭。まあ、桜庭のテーブルの方としましては、PSR ね。うん。40の時点で、オフェンス上限アップ、バース上限アップ、スピード上限アップの得意練習頻度3。で、試合経験点ボーナスが合計 30%。で、敏捷ボーナーが6。で、技術ボーナス10。で、コツイベント率アップ50。で、スペシャルタックボーナスが60と。もう、この時点で強いです。ですが、やっぱ桜庭のテーブルはね、もともと、PSR50 にすれば得意練習頻度が5に伸びるテーブルでした。ここでさらに磨きがかかっております。42で得意練習頻度4。で、48で得意練習頻度5。で、50で得意練習頻度6と。めちゃくちゃ高いですね。初の得意練習頻度6来ました。まあ、初めからね、このパワーサカが始まってから頻度5が最大でした。まあ、ミセ君とか、まあ、アレンとか、古いキャラであれば、その辺、まあ、初期キャラですら頻度5。そっからずーっとこの4、5年間、ね、頻度5が最大で、守られてきたんですけども、ここの聖域が崩されました。ついに、得意練習頻度も上限アップされていきました。うん、これはね、もう使ってみないとわかりませんが、むちゃくちゃ来ると信じております。もう海王山高校では、もう桜庭、青木、この二人のタッグで稼いでいくということになるんだろうね。これを見る限りね。なので、桜庭ゲットさせてください。はい、そして駒の井あゆむちゃん。こちらの方は、まあ、テクニックメンタルね、先ほども言いましたが、練習効果アップテーブルでございます。うん。まあ、45、PSR40 の場合は練習効果アップ 10% しかついておりませんが、PSR50 になると、練習アップ20。で、得意練習頻度が3。で、SR45、PSR40 溜まると、得意練習頻度が2という状態でございます。まあ、海王山高校で使う分であれば、まあ、得意練習頻度あった方がいいですが、まあ、最悪、桜庭に比べるとまだ SR でも大丈夫かなと思いますので、どちらかといえば桜庭の方を確保したいですね。
まあ、コマノイちゃんも、まあ、一応45、PSR40 いければ嬉しいですが、まあ、解放50にしたいのはどっちかと言われますと、もう桜場です。桜場を、まあ、ね、当ててね、50にしたいです。まあ、桜場は常設キャラであったり、袴キャラで結構配られたりしております。まあ、あと、結構みんな普通のものは持ってたりすると思いますので、そのキャラたちを使って PSR 解放させたいところではありますね。はい、そしてガチャの内容なんですけども、ちょっと残念ですね。まあ、毎度毎度言っているんですけども、大神、そして日々の、この2体も混ざっております。リリース2年、2000日記念ガチャ。こちらのピックアップが、桜庭コマノイ、日々の大神。で、初回、ピックアップ 20%SR 確定。で、2回目、ピックアップの SR 確定。で、3回目、4回目がピックアップ 20% の SR50%、BSR50%。ここで、桜庭の BSR 出る確率 2.5% でございます。この辺でね、当たってくれればありがたい。まあ、この辺で当たっても自分は最後まで引きます。まあ、課金アカウントの確率に出ます。で、いや、引きます。ですが、無課金とかならば、この辺出ると、もう桜庭だけでも撤退ありかもしれません。コマノイちゃんも強いっちゃ強いけども、どうしてもかって言われると微妙なところがありますので、まあ、桜庭、この辺でね、30レム、40レムで PSR 当たれば、する。無課金の場合は、もう撤退でもいいのかなと思っております。はい、で、50レム。桜庭がコマノイの SR 以上確定。で、60連目が選択チケット。で、70連目ピックアップ B キャラ。4分の1ですね。4分の1で桜庭の PSR。で、80連目は2分の1で桜庭の PSR。という状態でございます。まあ、ベストはね、70連目で桜庭の PSR。で、80連目でコマノイの PSR。まあ、この辺で来てくれるとありがたい。まあ、一番ちょっとね、うってなるのは、70連目でコマノイ。ね、80連目でコマノイ。まあ、そうね、なっちゃうとちょっとうってなっちゃうんで、お願いだ。桜庭を引かせてくれ。もう大神と日々の。メインアカウントは両方持ってないんですよ。PSR。なので、全部安定します。全部安定するんですが、ちょっとお願いだから、新キャラにしてくれ。お願いだ。それは頼むぞ。はい、そして、ハッピーサクセスキャンペーンが来ております。まあ、こちらは天才ラブパという形でございますので、火曜山高校でやっていきましょう。まあ、天才はね、別でもいいかもしれませんが、もう火曜山高校で伸ばしちゃってください。トップ下を育成させましょう。はい、そして、一応増量キャンペーンも来ておりまして、こちらはね、今回は、パースター40個の1600円が5回と。まあ、美課金ではいいのかなという状態ですね。あと、PSR チケットね、選択チケットでございません。普通のチケットね、配られておりますので、ワンチャンこれで桜場狙うのもありだと思います。はい、になっちゃってください。はい、そしてね、桜場、コマノイ引けない方もね、このイベントだけはやっておいてください。パワースター3個ずつもらえます。なので、合計6個もらえますんでね、これはしっかりとデッキに組み込んで、サクセスを回しておきましょう。はい、そして、名称ロードが来ております。まあ、こちらはね、ちょっと説明を省かせてください。まあ、いつものイベントでございまして、今回選択チケットありますので、そちらの解説はまた出させていただきます。はい、そして、最近ね、ログインボーナス。毎回来てくれてます。このログインボーナスのおかげでパワースターゲットできますので、ね、この機会、しっかりとログインはしておきましょう。はい、本日はね、これで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。おつべたー。